最強格セフィブラック、本日も数多の強豪、特に日本の強豪を破って勝ち上がってきましたね。ブッパメンですとかトライバルだとか、この辺りを打ち破って上がってきましたセフィブラック。さあ、そしてネタバレにはなってしまいますが、はい、次の試合の準備はパキスタンのカーン対おそらく初登場の韓国のケロ、ケロですか、の準備が行われてそうですね。ここでも豪気使い、まあ、韓国最強の豪気使い、ヒットボックスでしたっけ、ヒットボックスですね、はい、レバーレスコントローラーを使用しております、準備しています。さあ、そしてウルさんも実は配信に乗るのは初めてか。そうですね、本日の協賛者の一つでもございますヒットボックス。まあ、ウルさんは、今もう本当に、唯一と言ってもいいかもしれないですね、トーナメントシーンで勝ち残っている唯一のカズミ使い、やはりカーソルもカズミです。これはかなり黒男好みの鉄拳が展開されるんじゃないですか。ミゲル対カズミであれば、いや、ボブですか、サブキャラクターのボブ。一説によるとですね、このカズミ使いではあるウルさんではあるんですけれども、このボブの仕上がり、ボブプレイヤーとして世界一レベルなんじゃないかという噂もあります。お、それがもう本邦初公開というか、なかなか映像ならないですよね。そうですね、まあ記憶にあるのは本当に2020年のエボジャパンでもトップ8の舞台で出してはいましたが、久しぶりのこのウルサンボブ。Desgraciadamente para ti.セフィブラック VS ウルサンです。ドイツ VS 韓国、勝てばセイントとです。まずは技打ちで嫌っていくのはウルサン、はい、壁に当たったのが低いので見たさ潜っている左アッパー出し切り、やっぱあえて出し切り自由にしっかり。この組み合わせは先ほどまでとは違って完全に鉄拳の立ち合いの試合が見れそうですね。そうですね、クラシカルな。どこかでミゲルが飛んでくる可能性はありますけど、基本的に最初は地上戦から始まりますよね。はい、さあ、ステステでプレッシャーをかけていくが、そう簡単に下段はいかない、リスクはあります。このエスカロップダウン攻撃に対して、まあ、鐘楼系の技を持ってるのはミゲルはいいですね。いいですよね、ワンコマンドですから。うまい、はい、ラングはシャー難しくて、あまりにも早い。これは難しくて気味の削り中段からの下段、プレッシャーかかっている、投げ、やっぱハイキックカウンターです。これは大きいですね、KO に行くでしょう。特にやっぱ注目してほしいのはウルさんのこの動きのきめ細やかさですよね。この精細なコマンドテクニック、日々厳しています。さあ、今タンブを打ってましたよ、ボブタンブ。さあ、カウンターだ。ミゲルのサベッジスタンスの技、カウンターすると危険な技が非常に多いですからね。さあ、攻め手を強めるセフィブラックだが、ウルさんの牙城を崩せるのか。スピナーボール、あー、うまい、うますぎるだろう。これいくのか、いや残りそうですね、残るか。スピナーボール、あー、ギリギリ届かずか。まあ、早めに飛び込んでって下手に置き蹴りとか打ったら潰せるみたいな、そんな飛び込み方でありました。いや、でもブラッシングの一発目スカッとのを見て、二発目にレイジャー合わせるのうますぎましたね。うますぎましたね。ボブは会社の当て身持ってないので、ああいう選択肢しか取ることできないんですけど、まあ、リスクにしましたよね。バッシュ途中の反撃を当てているのはセフィブラック。下段削り一発、それでも打つ、左アッパーダウン稼い、有利、グラトニーバイツ、おっと横移動、有利ジャブこづいて、うわー、レイジダイブ、ちょっと一拍置いた打ち方でしたね。
ウルサンのリズムを狂わせる。この一撃バックステップから始める。さあ削り、先手を取ってるのはウルサに見えたんですが、スリーブラックじわじわと戻してきましたね。はい、チョップ、ワンツーしゃがんでいる。また出す出番、いつの間にかセフィーブラックがリードだ。惜しい、いやうまいな、前出しも透かしかくて、こっからサベッジで攻め立てていく。しかし一度浮いちゃうと非常に危険ですよ。上段派生強気、あい、これはカウンターだ。ウルさんのボブに対して尋常にまっすぐ技で打ち合っていくのはセフィーブラック、最後だけ裏切るっていうね。そうですね、はい、削り合いで体力はたくさん、リードを取れたので裏切りしてもいいだろうと。お、弾みが来ましたね。変更の可能性あるかなと思ってましたけど、魂のキャラクターですね、ウルさんといえば弾み、はい、バージョンアップを重ねてまいりましたが、弾みへの愛はもう貫き続けると。あらゆるキャラクターをうまく使うんですけど、カズミはやっぱり一本使い続けてますよね。そうですね、徹底してカズミ使い。このウルさんのキビキビした左手の高いコマンドテクニックと、このカズミの高い機動力のブレンド、恐怖を、そして小技の強力さ、相手を封殺する狙いです。しかし割とミゲルもそういう戦いが得意なキャラクターですからね。そうですね、中距離のカズミの突進技はミゲルだとですね、横移動の機動力が高いんで避けられかねないんですよね。はい、神経使いそうです。熱波を否定していく、まあ、上段の方も使ってきますね。はい、あちらの方であれば避けづらいと。この技です、しかも有利もね取れますからね。二択中段に行く、これはライトゥー壁を背負っている。壁コンボから中段ガード、遠い、細かな透かし確定、来たぞ追撃確定。ちょっとね、そのあまりにも前入力が早すぎて、甘い横移動とかしてると引っかかっちゃいますもんね。ああいう打ち方ができるからこそ使えるというところもありますけどね。なので中段の疾風混合を増やしていきます。この圧力言ってしまえば、あの技と疾風混合が2択になってるとですね。上段と中段の2択、ちょっと三島っぽい使い方ですよね。さあウォールバウンドする、これは壁を壁まで行く、うまい、置き攻めもある。下段からスタートを横移動でさらにショートアップガードする、通ったらラッキーの投げは当然通りません。これですまさしく、この横移動で避けられてしまうのが今回のミゲルとカズミの相性の悪さ。そうですね、やはり機動力はミゲルもある、横移動性能が非常に高い。削り合いです。ワンツーハイキックから、やはり疾風混合多めですね。疾風混合は打ちたいですよね、歩いてる相手には上段を打っていくと。さあローキックからお互い打ち返す、細かな削り合い、どうだ、横移動からハイキック、カウンターを狙っています、しゃがみを狙っています、カウンターを狙っています、届かない、うまい、今ね膝から迷いましたね、スタートになってるかどうか、わずかに遅れたかと思ったんでしょうね。おっと、これは着地してからか、ともすれば KO が見えてくる。いいレイジ圧、やはりウルさんのカズミいいプレーをしますね。連携やですね、その決めた技に対するレイジ圧の打ち方、もうお手本みたいですよね。で何も暴れだけで使えばいいというわけではない、連携技に差し込むように打つ、ワンツーアーマーを生かす、そんな使い方をしております。ジャブでカットするのはセフィブラッカだが、体力差がついてきている。これで5分以上にはしたいところだが、壁が斜めですね。ハイキック果敢に打っていく、横移動ジャブから投げは通さない、ライコンゴ、ライコンゴから今のは絶対に何もできない重ね方ですね。しかもガードされてもリスクなし、たまらず打たされてしまいましたが、これは厳しい。
いやかけましたね。今そうジャムのスカ角にあわよくばという、はい、しかもセミブラックもまあさすがにダメだよねという笑顔がこぼれましたね。狙いは非常に分かりやすかったですね、はい。たまたまそのタイムアップを狙ったジャムにたまたまスカ角みたいになってくれれば非常にありがたいというですね。さあ横に見えているのはドイツの盟友テツ選手ですね。ドイツ最強クラウディオ使いがアドバイスに来た。このあたりやはり地域コミュニティの絆というものを感じますよね、はい。さあ選んだのは無限ステージ。テツは、うん、残念ながら敗退しているということですね、はい。ますが盟友であるセビブラックにアドバイスをすると。恐怖を教えて差し上げます。決定戦です。ラウンド1。さあ選び直してセフィーブラックが選択したのは無限ステージ。無限ですね。壁は嫌だと、まあ本当に地の防御力対決を勝って出るって感じですよね。うまい、はい、確かにスタンス2択になっているヘダトス。ステップインちょっと距離が遠いですね。うわうまい。これはもう予想の透かし確定ですよね。透かし確定ですね。その前の、はい、前々 RP を状況確認しながら出す出さないようかを見てるかのようなあの打ち方がすごいですよね、はい。左アッパーを打ってきたらスカるのが分かってる位置にいた。ジャブ細かなゲームが続きます。ナイスガード。下段ガードしたとの反撃の能力でカズミのが上なんですよね、やっぱね。はい、そのこの辺りの差が出てきそう。12、13で2段技持っててダメージが高いってのはでかいっすよ。ただ投げに対してカウンターヒットです。セフィブラックが優勢。ラウンド2ファイト。 1-0 カウンターだ。でかい中段にしました。確定判定。フロントキックを打ち返してた。めちゃくちゃ偉いな今の。カズミのフロントキック12フレームじゃないですからね、はい。マニアックな格闘技ですね。出し切り。トラわずかに届かず。届いていればね削りダメージがあるんで。ベージ状態です。これですね。ゲランダーの反撃能力の高さ。カズミの強化ポイント。届いているローキック。逆ワンツー。逆ワンツーを使ってきたぞ。ですね。つなぎが遅いんで逆に2発目食らっちゃうっていうのはよくあるんですよね。モーションがなんか不穏なんですよね、はい。取ってへこむので有利は実はそんなないんですけど焦りますよね、はい。軸杖を引き上がします。細かいですね。ジャブフォーミング。ジャブのヒット確認。おっとこれは反撃からの逆ワンツー。削り合いです。相手が浮かない。自分も浮かない。下一発焦るとお互い遠いです。いい札を持ってます。たまらずレイジダルビ1回使うジャブロー、うん。さあセフィブラックリーチをかけましたがこのラウンドもまた長いゲームになりそうですね。非常に見応えがあります。カウンターです。でかい。2発目は出さず投げていける。押さないですね。この1センチのリードがどれだけの意味を持つのかこの2人にとってみれば非常に大きいものであります。一発一発も価値ですよね。非常に大きいですよね。勝った方がセイントと。おっとライコンボを下がっている。素晴らしいバックダッシュ。ワンツー回転早く攻めていく。ハイキックまで打ち切り。チップコンゴ横移動できません。これはうわウリさんが守りたいです。さあ分かりません。2対2ジャブから入る。2-2ですね。無理に果敢は入れない。お互い削っていく。フルフルです。ファイナルラウンド双方に紳士的な立ち回りをしている。地上戦硬派でストイックで紳士的。どこで裏切るのか。まだお互い打切り。あ投げ。これでかい。ただでかいでまくり返しました。さあハイキックした。当てる。これはミゲルのコンボダメージだと若干届かず。あ置き攻めの下 RK でした。リードを取ったセフィーブラックが